ショコラジ、ショコラジ、ショコラジ。藤上咲のショコラジ。皆さんこんにちは、 RCC アナウンサーの藤上咲です。日曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。いやー皆さん、私藤上東京から帰ってきました。ただいまです。TBS 秋のオールスター感謝祭のミニマラソン、皆さん見ていただけましたでしょうか。どうだったでしょうか。昨日の夜9時頃スタートしたんですよ。で、まあ必死に走って、で今日の朝始発で東京から帰ってきて、今ここに座ってショコラジを喋っておりまして、まだちょっと録画を見てないんですけど、私ちゃんと映ってましたかね、大丈夫でしたかね。でも本当に嬉しいことに、いろんな方からですねメッセージをいただいて、でリスナーの皆さんからもツイッター、そしてメールも来ております。あとインスタグラムも DM でね、いろんな方から見たよとか頑張ってねとか、走る前も激励のメッセージをいただいて、もう全部読ませていただきました。本当に本当にありがとうございました。おかげで頑張ることができました。ラジオネーム中央林間さんからも、昨日はミニマラソンお疲れ様でした。無事に広島へお帰りになられているでしょうか。帰ってきました。耳はラジオ。そうですよね。昨日は、70年の広島大家族の特番がありました。それもね、聞いていただいたということでありがとうございます。画面は音なしでテレビを見ていましたが、そうだったんですね。途中の橋で倒れそうになる姿。その後画面にはお医者さんと看護師さんと思われる方が遠目に映り、まさかと思いましたが、とても心配しましたが、ザ・タイムの走り切った元気ですよというツイッターを見て一安心しましたといただいております。そうなんですよ、なんか私が一瞬こけそうになるのが画面で映ったそうなんですけど、もうしんどすぎて私こけそうになった記憶も正直なくって覚えてないんですよ。結構いろんな方から言っていただいたんですけど、こけそうになってましたか。ちょっと後でチェックしよう。もうね、喋りたいことがいっぱいあるんですけど、何しろ今日はね25分というショコラジの中でも超激短で、も時間がないんです。どうしよう、何を喋ろうって思った時に、ちょっともうのんさんを先に呼び込んでいいですか。一緒に喋りたいので、じゃあこの番組ショコラジは広島のタウン情報誌ウィンクとのコラボレーションでお送りしています。今日のお相手はウィンク広島編集部のんさんこと野上愛さんです。今日は短縮なのでリモートでのご出演です。のんさん。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日頑張って走ってきました。見てましたね。ありがとうございます。めちゃくちゃ頑張ってましたよね。いや本当にもうなんか、もう本当に死ぬかと思いました。うん、だと思います。あれトータル何キロぐらいなんですか。ですね、700メートルのトラック、うん、はい、東京ドイツ村っていう、東京ってついてるけど千葉にあるところに行って走ったんですよ。で、はい、1周700メートルのトラックを5周なんで、まあ、3.5 キロなんですけど、うん、あのトラック全部坂道なんです。うん、結構ね、画面で見ても斜めだなって思いましたもん。はい、すっごい画面で見るよりもすごいですよ。だから半分下り道で半分上り道なんですよ。あ、そうなんですね。だからもう全部もう全部坂道で、足がこんなみたいな、なんだろう、うんうん、壁を登ってるみたいなぐらい進まないんですよ。そんなにきつかったんですね。わー、でもその中でもちょっと聞いていただきたいんですけど、はい、一番思い出に残ったのが、うんうん、走り終わった後にのんさんとか、はい、いろんな方から、テレビの画面を写真を撮ったものとか、はい、動画が送られてきたんですね。はい、うん、でそれを一つ一つ見てたら、最初走る前にメンバー全員が集まって意気込みを述べるシーンがあったんです、うん、中継の中で。ありましたね。うんうん、はい。で、その時に私が本当にちょうど、かみってるポジションを
見てて、あのそうバッチリ見えました。なんで本当、はい、うん、そうなんですよ。であのちょうど原監督とゲストランナーの 1000m とかハーフマラソンの日本記録保持者である新谷仁美さん、はい、あのまあ MC みたいな感じでずっと喋ってたんですけど、メイン で、うんうん、でちょうどその後ろにジャニーズジュニア の、 あの結果的に優勝したミニマラソン、うんうん、菅田琳寧さんが映ってて、はい、でそのさらにすぐ後ろに私がいたんです、うんうん、で常にそう映っててでそう誰かの写真に、うん、その新谷仁美さんと原監督とはい、菅田さんと私のフォーショットのもう神の写真があって、うん、奇跡ですね、はい、もう歓喜しました。すっごいあれ狙ったわけじゃないんですよね。そうなんですよ、うんうん、これがなんかたまたま、たまたま、そう、内上さんじゃあここでみたいな、うん、であと、山口の原千秋さんっていうアナウンサーと、あとあの武田伊代さんっていう福岡 RKB のアナウンサーも一緒にザタイムチームで走ったんですけど、はい、たまたまじゃあ武田さんここ、原さんここ、藤上さんここねって言われたところに立ってたら、うんうん、ちょうど原さんの後ろだったんです。あ、そう、偶然だったんです、ほんと。いや、もう偶然だけど、うん、もうなんか持ってるなと思いました。持ってる持ってる、はい、あのいやだから私たちも藤上さんどこいるかなって探してたら、はい、あ、いたいたってすごい分かりやすいポジションにいらっしゃったから、はいうん、すごい楽しく見させてもらいましたよ。ありがとうございます、うん、あの結果的に優勝もできなかったしあともう本当にもう信じられないぐらい体ガッチガチで、多分人生で一番ぐらいもう本当にお腹も腹筋も筋肉痛だし体もガタガタだったんですけど、なんですけど、うんうん、あのポジション取りは優勝したなと思いましたそこだけはね、ここだけは、ね、はい、なんか一個ね優勝しとかないとね。そうですよね、うんうん、ポジション優勝で、うんうん、よかった、はい、本当にありがとうございます。よかったよかった。まだまだ喋りたいんですが今日はですね、うん、とっても短いので先に進みますね。はい、さあ今日のショコラジは、はい、今日のショコラジはこの後午後1時55分までの短縮バージョンでお送りしています。25分間ですね。で2時からはベリーカープ RCC カープデーゲーム中継、マツダスタジアムからの今シーズン最後の試合、広島対中日戦が予定されています。でショコラジ内でも解説のアニアさん、実況の一流信之アナウンサーとつないで試合直前の様子などを伝えてもらいます。そして短い時間ですが皆さんからのお便りもお待ちしています。どこで聞いてくれていますか？お便りの宛先です。メールはradio@rcc.net、 小文字で radio@rcc.net までお願いします。今日も最後までお付き合いください。さあこの時間はウィンク広島10月号からのんさん担当の連載記事をご紹介します。のんさん、はい、のんさんが今入り方のテンション間違えたんですが、なんか言い直してましたけどはいをありがとうございます。テンション高く言い直してくださっていや、のんさんが大好きな広島レトロ案内のページを今日はご紹介していただくということで、はい、あ、はい、はい、これどんなページになってるんですか今回は。はい、今回はあの首都西条の洋館喫茶でノスタルジックな時間をというテーマで、はい、お酒喫茶主戦館についてご紹介しています。うん、やっぱ酒の街だけあって首都って読むけど酒の都と書いて首都なんですね。そうそうそうです、お酒の都ですね。皆さんご存知だと思うんですけど、はい、あのね、西条といえばその日本最大三大名城地の一つということでね。うん、はい、これだからあれですよね、あのお酒喫茶っていうのも今回酒祭りが、うん、来週開催されるから、来週ですね、ちょうど、はい、開催されるので、はい、まあ、10月といえば酒祭りだよねっていうことで、まあ、今回この10月号にで取り上げたんです。なるほど、はい、で今回この掲載されてる主戦館、うん、酒の泉に館と書いて主戦館、はい、これはどういう場所なんですか。はい、こちらですね、あの鴨泉酒造さんが営んでいる、まあ、喫茶店でして、はい、その建物がもともと昭和4年に広島県の醸造試験場として建てられたもので、あのなんか昭和50年ぐらいまで使われていたっていうふうに伺ったんですけど、で現、うん、で
20年前の2022年にお店が、その鴨泉酒造さんが営む、まあ、お酒の喫茶店としてオープンされて、まあ、今に至ってるっていう形になります。2002年に主戦館としてオープンしたということなんですね。はい、そうです。だからもともと醸造試験場っていうのは、うん、醸造を試験するというか、なんかそうそう、お酒作り、そう、はい、広島流の酒作りだったり、まあ、広島県ので作られたお酒の振興発展を目的に、はい、建設された施設だったようなんですけどね。だから結構ノスタルジックというか、うん、昔ながらの建物がそのまんま残ってるんですね。そうそう、うん、なんかね、昔の小学校の木造校舎みたいな感じで、うん、本当に雰囲気もよくって、はい、うん、なんかノスタルジックな、ね、うん、気持ちになれるんですけど、うん、これ中ではどんなことが楽しめるんですか？はい、鴨泉酒造さんの、ま、お酒が各種楽しめて、はい、大体20種類以上が、ま、品揃えされてあって、うん、もう純米酒とか大吟醸酒とか、あと、ま、女性に向けのなんかフルーティーなお酒などなど飲み比べもできるんで、まあ、お酒好きの方にはおすすめなんですけど、はい、あれ、淵上さんって日本酒結構飲まれましたっけ？どうでしたっけ？私ね、日本酒ちょっと、うん、飲めるんですけど、あんまり自分から飲まないです、うん、だって甘いもの好きですもんね。そうですね、淵上さん、はい、うん、そしたら大丈夫、淵上さんでも楽しめるメニューがあって、はい、実はスイーツメニューも結構いろいろ出されていて、うん、例えばお店の一番人気のメニューが鮭まんじゅうと お抹茶セットがあって、お酒にちなんだスイーツもあるんですね、うん、そうそう、あとは鮭フルーツケーキとほうじ茶のセットとかもあったりするので、ほうほうほう、うん、本当に甘いものとお茶た味わいながら過ごすこともできるんで、はい、お酒が飲めない方でももう全然行って楽しめます。わかりました。なんかね、本が閲覧できるお酒の図書館みたいなところも併設されているということで、そうそう、ここもね、うん、本好きの淵上さんにもぜひおすすめしたいんですけど、うん、本当にいろんな本があって、まあ、自由に手に取って読める。でテーブルがその お酒図書館の中に、まあ、設置がされてあるので、はい、そこに座って、好きな本を読みながら、まあ、お酒を飲んだり、まあ、スイーツ食べたりっていうことで楽しめるんで、はい、うん、わかりました。なんかいいですね、お酒飲みながら本っていうその発想がちょっとなんか今までなかったんで。そうそう、まあね、あんまり飲みすぎると酔っ払っちゃって、はい、本気で本を読めない、本で読んでるどころじゃなくなるかもしれないですけど、ほどほどにしないといけないかもしれないですね。そうそうそう、適度にね、はい、わかりました。酒祭りがね、はい、来週の8日と9日の土日開催ということで、うん、皆さんもよかったらこのお酒喫茶、はい、酒仙館に足を運んでみてください、うん、ということで、はい、今日はのんさんに広島レトロ案内のページを紹介していただきました。そして、はい、のんさん、なんとご出演ここまでということで、うわー、短い、うーん、昨日のね、淵上さんのミニマラソンも、はい、あっという間で、もうもっと見たかった、淵上さんもっと映ったとこ見たかったって思いながら、はい、ありがとうございます。見たんですけど、その感じで短いですね。そうですね、あっという間、多分同じぐらいかな、私が走った時間ってぐらいです、本当に。15分っていうね。15分。はい、またじゃあ、はい、フルタイムの時にぜひスタジオに来てください。はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでウィンクののんさんに登場していただきました。はてなでカープ、さあ、カープはこの後2時からマツダスタジアムで中日と対戦します。試合直前の様子をマツダスタジアムにいる解説のアニア総八さん、実況の一流のびゆきアナウンサーに聞いてみましょう。アニアさんはちゃんと球場にいらしているんでしょうか。アニアさん、一流さん、いらしてますよ。いやいや、本当ですよ、はい、やっぱこう最後の試合ですからね、はい、そうですね、まあ、絶対勝ってもらいたいなと思って、はい、はい、まあ、でもアニアさん、はい、一昨日のヤクルト戦で5対1で負けてしまって、今シーズンのクライマックスシリーズ入りの可能性がなくなってしまいましたね。ですよね、あれは本当は、はい、
もったいない負け方ですよね。あのホームラン2本でね、はい、5失点したんですからね。そうですよね。でも最後の最後までこんなにも展開が読めなかったシーズンってないんじゃないですか。そうですよね。今まであまりないですよね。初めてじゃないですかね、こう最後の最後まで。今日もいっぱいですよ、結構。あ、本当ですか。はい、一流さん、いかがでしょう、球場の様子、今シーズン。そうですね、あの、予想した以上にお客さん入ってるっていう感じしますね。あの、球場の職員さんとね、つい30分ぐらい前話をしたんですけど、はい、当日券がね、あるんですよね、はい、それがね、あの、当初はあんまり売れないんじゃないかってことを覚悟したそうなんですけれども、結構売れてるんですよっていう話が来たんですよ。だからその通りね、今もその1階と2階の間のコンコースのあたりもわんさかお客さんが動いていますし、はい、ね、アニアさん結構入ってますよね。入ってますよね。だからね、まあ、みんなわし見に来たんじゃないかな。あ、そうかもしれないです、ね、違うか。じゃあラジオのブース前にアニアはここにいるぞっていうボードを出さなきゃいけないですね。貼っとかのという感じ、ね、そうですね、はい、昨日もね、あのお二人70年記念特番されてましたもんね。でもね、この放送席ってね、はい、あの1階席と2階席の間にあるんですけどね、はい、時々お客さんがね、放送席に向かって手を振ってくださるんですよ。そうなんです ね、だから私振るのはちょっとあのブースやっぱりいけないんで、はい、ちょっと振らないですけど、解説の方は結構振ってくださったりとかね、なるほど、してるんですよ。わあ、ちょっとそこにもね、ぜひ来てる方はいらっしゃる方注目してほしいですね。はい、では今日のスタメンを教えてください。はい、今日カープはですね、最多安打のタイトルかかっています坂倉を2番に挙げています。1番ライトの馬、2番サード坂倉、3番センター西川、4番ファーストマクブルーム、5番ショートストップ小園、6番レフト堂林、7番セカンド矢野、8番キャッチャー石原、9番ピッチャールーキーの森でスタートします。一方ドラゴンズも今日はあの根尾が投げますのでね、はい、このあたりも注目かと思いますよ。どうでしょうか、アニアさん、今日はどういう風に試合を見ればいいですか。そうですよね、僕個人的にはね、投手戦みたいんですよね。ほう、ただあのやっぱ両投手とも若いピッチャーですからね、将来あるピッチャーですから、はいはい、両投手に頑張ってもらいたいなと思いますけどね。そうですね、はい、じゃあ、根尾君は野手もやったり、はい、ピッチャーにもうピッチャー一本で今年はやっとるんですけど、はい、初選抜ですからね。そうなんですね、はい、おー、じゃあちょっと来シーズンにつながるような試合になるかもしれないですね。その通りですよね。今日だから抑えたら来年楽しみいうことですよね。あ、わかりました、はい、でカープ の、はい、あのピッチャーも森君も新人ですからね。だからやっぱこう、うん、あの1勝はしとるんですけど、2勝目目標頑張ってほしいなと思いますね。はい、そうですね。一流さんも今季最後の実況ということで、はい、そうですね、はい、あの、まあ、そういった思いもありますけれども、やっぱりきちっと最後まで野球を伝えたいなって思いがありますので、はい、ラジオに耳を傾けてくださればなと思ってますよ。はい、わかりました、はい、では今日もどうぞお二人ともよろしくお願いします。はい、失礼します。ということで、マツダスタジアムからアニア総八さん、一流信之アナウンサーに伝えてもらいました。ああ、あっという間だ。もう終わりですか。いろんなものカットしました。本当にあのギリギリで喋りすぎちゃったすいません。いやでも本当にあの皆さんからねお便りもいただいておりまして、ラジオネームマー君さんからは、淵上さん昨日のミニマラソン見てましたよ。走っている姿を見てすごく元気がもらえましたし、途中から青学の原監督からの淵上っていう声がめちゃくちゃ聞こえてきました。カメラショットもバッチリ見ちゃいました。ありがとうございます。あの私もまだあの VTR 見てないんですけど、撮ったものを走ってる時に原さんの声が聞こえてきて、ちょうど坂を登る時に淵上お前何やってんだ淵上って言ってもらえたんですかね。こけそうになった時に、そう、あの時にあの場内結構広いんで声がね、実況の声解説の声が聞こえにくいんですけど、坂のところあたりからちょうど聞こえてくるんですよ、うっすらと。で原さんの叫ぶ声がちょうどあの時に聞こえてきてはあ頑張ろうって思って、あそこでもう一回力を入れ直したのを今思い出しました。もうほとんど忘れてましたけど、いやあ、ありがとうございます。グリーンパーカーさんからは、淵上さんマラソンお疲れ様でした。今日はお風呂でしっかり足をマッサージして筋肉痛をケアしてくださいね。ありがとうございます。あのザタイムチームとして行ったんですけど、ザタイムの MC をしてらっしゃる宇賀神メグアナウンサーが私と同期なんですけど、インスタグラムでその後メッセージをくれて、で私も過去に走ったんだけど
このあと1週間筋肉痛続くからねっていうふうに言われて、ちょっと今覚悟してます。いつも走ると太ももとかだけなんですけど、今お尻とあと腹筋も痛いんで、これは通常の筋肉痛じゃないなと思っております。いやでも他にも本当にたくさん喋りたいことがあるんですけれども、ちょっと来週とかも喋っちゃおうかな。ありがとうございます。あと一都さんからは、福山城では秋の陣日本酒祭りを今日までやってます、これから武将隊のお手伝いに行ってまいりますという、快晴ですね。写真も載せてくれてるんですけど、福山城も昨日新幹線乗るときにちょうど見えたんですけど、綺麗に真っ白で、ちょっと黒い鉄の部分が見えなかったんですけど、また見に行きたいと思います。今日は本当短い時間でしたが、皆さんお便りたくさんありがとうございました。ということで、ここまでお送りしたのは RCC アナウンサーの淵上咲でした。この後も素敵な日曜日をお送りください。